金ピカに勝ってんじゃん。大吉って書いてるよ。これ出たんじゃないの。うわ来たでしょ、これ。うわライセはイケメンより美女になりたい。どうもこんにちは、ボノと申します。今日もいかがち2、続きからやっていこうと思うんですけれど、マスターニャーナの試練をね、やっていこうと思います。多分最後こいつ戦うと思うんで、一応ベストメンバーにしました。サナパッチョ、綾野コーゼット、タケミッチ、G カップパイミオ、オーチャンネル、ジャンクス。これが多分ベスメン。オロちゃんは置いてきちゃったけど。はい。ついにこの時が来たようじゃな。ホースに導かれよくぞここまでたどり着いた。もしかして最後の試練。そう、最後じゃ。新3セットの最後の試練じゃ。時は来た。さあ、試練を受けるのじゃ。何ご褒美この宇宙みたいなやつ。レベル70かいけそうだな。結構レベル上げしたから。はい、でも最後の試練一体何？お、ワシッチじゃ。ダサ。この年で自分の一人称、ワシッチ吉江。え？え？ワシッチじゃと言うておろうが。え、それってもしかして。ついにマスターニャダ自ら試練の相手になると。無論じゃなんせ最後じゃからな。うおー、ついにマスターの力が見られると。ってまた鬼ごっこじゃないですよね。鬼ごっこでいいんですけど。ほほほ、わしの今日は本気も本気じゃ。あの時は目つきも全然違うだろう。まったく同じ目してる。あまり変わったようには。おお、そうじゃ分かっておると思うが。わしっちの試練も例のルールでいくからな。何その例のルールって。例のルール、もしかして仲間？鬼ごっこの試練と一緒じゃ戦うだけではいかん。だるいて、お前何が好きなの？つまり戦いの中でマスターをお友達にしなければいけないと。そういうことじゃな。しかしこのマシッチとはなかなかマブダチにはなれんぞ。ですよね、この山奥で鬼食いと二人きりなくらいですし、なんでお前煽ってくんのバカしね。あれ私変なことを言いました。飲んでりしね。しね。言葉選ばずに言うとしね。ともかくじゃ。お主たちはこのマシッチに力を示し、マブダチになってみせればよい。それが最後の試練なのじゃ。ははい。オーケー。こいつ何が好きなんだろうね。さすがに、魚かな。魚持ってるっけ俺。極上マグロ。ダリーダリーダルダルイングリッシュじゃないこれ。うわ、ダルさんだ。マジか、ちょっと買いに行くか。はい、極上マグロ買ってきたんでね、やっていこうと思います。この地獄をまた。もうめんどくせ、3、40分かかるんだって、これ。その、では行くぞ。この最後の試練でワシッチに打ち勝った上で、見事ワシッチのマブダチになってみせるがよい。お前がなってくれればよくない？普通に。普通に一発でなってくれればよくない？じゃあなろうってなってくれればよくない？めんどくさいんだってこれ、お前毎回すんの。とりあえず極上マグロをあげまして、お前に1万6000払ってんだからこれさ。なあ、すぐ仲間になれって。まずは、いつものごとくサナパッテの G 技ね。お前は強いの？果たして。ホースを感じる。何感じとんねん、バカ野郎。ガッツー！どんぐらい？あ、全然変わってない。こいつ強いぞ、結構。久々に登場、タケミッチ。パートで言うと4パート分ぐらいかな。はい、ナイス。じゃあ、続けそうじゃね？続くか、ちょっと。来たー！続けた、成功！これ熱いね。ワンチャン一発で仲間になるまであるよ、これ。いや、強すぎね。オーチャンネルも吹っ飛んでった。マジで？一発で吹っ飛んでった、オーチャンネル。ナイスキャンセル。うおー！お前のそのたまに来る一発何なの？えぐいんだけど。サナパッチョ、ブチ切れろ。ぶち切れ、ぶち切れ、ぶち切れ。ぶち切れ、このじじい。猫対決。はいはいはい、めっちゃミス。ジャンクス行ってくれ。これだるいぞ。だいぶ。いや、今回は勝てるけどさ、これを周回するとなるとマジきついぞ。結構強いぞ、こいつ。わかった。まあ、勝ちましたがなんだよね。勝ちましたがなんだよね。ここでさ、しっかり来てくんないとさ、だるいことになりますよって。まあ、来ないよね、一発じゃね。カットですね。はい、可愛い子ぶり猫じじい2回目。まあ、勝ったけど、普通に危なげなくね。でも別に、音の子消えた。来た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 、2回目ね、これ。10分も経ってないね、やり始めてから。そしてマスターニャータが近づいてきた。ぜーぜー、わじちと友達にならんか。鬼食い疲れたな、そう考えると。マスターニャータと友達になりますか。はい。来た、名前。名前じゃない、声。マスターニャータ。はい、志村さん、ありがとう。あ、やべ、なんか喋った最後。なんて名前つけようかな。はい、安則さんね。何かというと、志村健の本名ね。志村安則。安則さん、お願いします。はい、安則さん。まさかの本名。安則の情報、妖怪大地点に登録した。これさ、一個開くんだよね、確か。鬼食いの隣で、何かね、出てくるのよ。これ
はい、来てる。震えてるページの最後をチェックしよう。熱くね？普通に。見どころ満載じゃん。お主ら、痺れたぞい。ね、今、メダルくれたよね、マスター。ああ、そうじゃ。おお、これで、ついでに、ついでにじゃねえや。おお、これで、これでついにマスターと。そうじゃ、わしっちとお主はマブたちじゃ。やったー。そして、わしっちとマブたちになった今。晴れて全ての試練は終了じゃ。おお、おめでとうございます。え？素晴らしい戦いじゃった。お主こそ、新たにある希望じゃ。でもさ、ちょっといい宮迫？そもそも出川さん、ちょっと袖出てるんですけど、宮迫もしかして、ボンドロンド君。マスターニャだよー、鬼食いと友達になれたの嬉しいんだけど、この試練って何のためにやったの？ぐんぐん、ボンドロンド君、それは。あとさ、真のホースって何？できてないよね、結局。なんその論詰めやめて、怖いから。お主、マブダチになった途端、ダメ出しが激しいの。親しき仲にも礼儀あり、じゃぞ。だってそうじゃん、マブダチならむしろ説明してよ。俺たちこの試練結構苦労したんだよ。確かに。それはじゃな。むむむ。悪しきホースが生まれようとしている。もしやこれはホースの暗黒面か。わしっちは行かねばならんようじゃ、さらばじゃ。何も教えてくんねえや、このじじ。またごまかしましたね。もう結局何の試練だったのかな。うん、あのマスターニャーだも結局のところは、単に友達が欲しかっただけだったりして。あはははははは。そうだかもね。でも友達になったんだからこれからは、すぐに呼び出してすぐに聞けるよね。ふっ顔やば。ボンドロンド君もなかなかひどいっすね。はい、すごくねー。2回入れて同じになったのはでかくねー。ウィッスー！ウィッスー！ボーナスチャンス。出た、リュウ君2回目。はい、かわいい。成功、嬉しい。つうわけで、1個開いたものがあるじゃないですか。それを見に行こうと思います。これ！これすごいでしょ。古典妖怪。はい。レジェンド召喚。レジェンド妖怪、2回目初めて。なんか、まあ、知ってたというか、なんか私が想像するってさ、って言ってたもんな、こいつ。ネタバレリーナ。友達になりたいのがバレまして、うふ、これからよろしくお願いいたします。ネタバレリーナ。うわ、きめえ。ネタバレするやつってキモいからな。ええー、名前か。お前のこと知らん。お前のパーソナル知らないのに名前つけんのキス。はい、ももちザブザね。なんでかっていうと、ザブザの水色の術にそっくりだから、形が。お前水色の術してんだろ。ザブザかな？隣にハクいるのかな、もしかして。きたー。すごくね。強いか強くないかわかんないけど、可愛くていいじゃない。見よっか、ザブザ。さすがに S でしょ。はぁ、S だ、S だ。敵の妖術を避けまくる。HP を回復し最強の状態になる。何それ、かっこよ。まあ、もしかしたら使うかもね、レベル上げが間に合えば。ってことで一回カッツ。はい、ここは極楽温泉ということでね、人魚ちゃんがエッチなサービスしてくれるっぽいので、さすがに受けていこうか、そのエッチなサービス。あら、あなた探してたのよ、話があるんだけど、ちょっといいかしら。もちろんでしょう、本当に。この前はお店のお手伝いをしてくれて本当にありがとうね。それで話っていうのはね、まさかまたお手伝いを頼む気じゃ。違うわよ、手伝ってもらったお礼をしようと思ったの。今からこの温泉で新サービスを始めるの。それに参加させてあげようと思って。サービス？題して、湯上がりガチバトル温泉？パンパカパンルール説明？何言ってんの？エッチじゃないのこれ。聞いてもないのにグイグイ来ますね。新サービスといってもやることは簡単よ。温泉にいる妖怪たちとバトルをするだけ。嫌なんですけど。求めてないんですけど、全然。ただし、ここのバトルはちょっとルールが特殊なの。どんなルールなの？ふん。一つ。敵のレベルを温泉ごとに分かれている。看板を読み、ぴったりの温泉を攻めるべし。一つ。アイテム禁止、さすらい魂なし。HP 満タン、容器0ゲージでスタート。一つ。昨日の敵は今日の敵。対戦相手は友達にできない。じゃ、する必要なくね、マジで。一つ。経験値やお金にボーナスあり。じゃんじゃんバリバリ稼ぐべし。なるほどね。以上、湯上がり温泉バトルルール説明でした。終わり。いきなり話し方が変わるからびっくりしたよ。ごめんね、これ毎回言うの決まりなの。歌舞伎ロイドさんがやれって。人魚さんも大変ですね。まあ、要するに難しいけど稼げるバトルみたいな感じだから気が向いたらどうぞ。気が向かないので終わりします。なんだよ。全然楽しくねえじゃねえか。失敗しましたわ。邪魔だな、ケツ。じゃあどうしよう。じゃあどうしよう。残りの時間何しよう。電車乗ろうか。なんかさ、なんか面白そうな電車、邪魔来るまで待とっか。なんか、
たまにいい列車が来ますよみたいに言ってたじゃん、車掌さんか誰かが。それ待とうか。この福福超特急パスっての持ってるから、福福超特急に乗ることができるっぽいのね。で、福福超特急ってのはすごいいいらしくて、福福超特急車で待とうと思います。見て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 、来た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 、満腹おたふく、あ待って、違う、あ違う、あれ違くないか、来た、よくわかんないんだよねこれ。来るってことだけしてて、待った1時間ちょっと、マジずっと無言で、ドゥンドゥンドゥン、ドゥルルルンドゥンドゥンって一生聞いてたこの BGM。何これ結局。え、こちらこそです。これ、ちなみに何なの？ちなみに何なの？なんかすごく強い、おぉ、子たちがいるみたいなさ、すごいレアですよみたいなさ、そういう記事だけは読んだんだよね。おぉ、S？ この子たちみんな。お前 S じゃないだろ。君は？お主の目、いい輝きを放っておるな。気に入ったでござろう。これをやろう。何くれんの？おぉ、ありがとう。嫌いなのかな？マグロが。お前、土の子じゃん。いつも移動するときってこの電車なんだよ。うわぁ、ビップ。いや、すごくねこれ。うわ、かわいい子いる。光り輝く電車も悪くないの。どこに行くのか楽しみじゃ。へぇ。おぉ、俺の彼女だ。私が投げキスするだけで不老不死になっちゃうかもよ。うふふふふふ。サザエさんでした、俺の彼女。特に何かできるってわけでもないのかな？本日は当電車をご利用いただき誠にありがとうございます。次は終点、満腹おたふく駅です。これ降りていいのかな？降りちゃうか。なんもなかったんだけど、思ったより。あれ？なんかもっといろいろあるかなと思ったんだけど、満腹おたふくについて何かできるってことかな？はい。おぉ！すっげえ！いや、すごいすごいすごい。え？オロチじゃん。金ピカだけど。お前普通のやつ。小僧。ジジイ。普通のやつ。あ、これ？神々しい副ガシャマシンがある。何ができるの？なんだか持ってないんだ。うわ、引きてえこれ。うぅ、邪魔。オロチに話しかけていい？お前のその輝き、光オロチだって、暖かい光を感じるぞ。お前の心の内に眠る正義の光だ。今まだほんの小さな光だが、俺の心の光が強く反応してるぜ。おもろし、ロイ、お前の正義の光、バトルの中で感じてみたくなった。さあ、俺と一緒にその光を輝かせてみようぜ。はい。まさかと思うけどさ、シャイニング、お前意外とダセ。クールキャラで来いよ。え？まさかと思うけどこれ、仲間になる？もしかして。熱すぎない？ちょっと待って、お前何が好みなの？魚介！ラッキー！一旦普通にクリアすか、技を。さすがにこれじゃ死なないかな？死なないよね。ね、クソ強いんだけど、この子、倒せなくね？待って、ミスった。なんだよ。ババア入れちゃってるよ、なんか、シワクちゃんっていう。ちょっと待って、ミスった。強すぎねそれ。いやマジでかっこいい。終わったでしょこれ、勝てないでしょ絶対に。強すぎんだろこいつ。ちょっとダメ、待って待って待って、わあマジで本当に35分ぐらいで戦ったよ。終わってる。マジでよく勝った。逆にクソ漢方使った。俺仲間になってね、お願いだから。俺仲間になる前提でやってたからね。本当に。35分。終わってるって。なんないしね。もうクソじゃん。何これ。もう本当にもうさ。うまさかこれほどとは。戦いの中でどんどん輝きを増していたようだぜ。お前の正義はどうやら本物のようだ。もっと俺と戦えば、いつか太陽よりも輝く光になれるかもな。でも時には休息も必要だ。今日はおしまいにしようぜ。お前さ、お前俺、お前、深い漢方15個減った。俺30個あったんだから。お前マジか、あれだけ35分かけてやっと倒して仲間になんないのマジで終わってるけど、もういいわ。そこ何かできることあんの？他に。お前とも戦えんの？
ハッピー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 ニャン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 ハッピーハッピーハッピー猫ミーム2機もいるね、ここに。あんだびっくりも、せっかく買ったのに。あんだよ、ほんとにもう。おお来た、最後に見どころ来た。ちょっとやりますんで、見ててください、これ最後。すんげえ疲れたよ。持ってると幸せな気持ちになれる。ちょっと、引いちゃうね、これ。頼む。何出んのこれって。金ピカに勝ってんじゃん。大吉って書いてるよ。これ出たんじゃないの。うわ来たでしょこれ。うわ絶対イエス出しやったな、多分。おい、俺が妖怪ウォッチ始めてパート41回も出なかった S ランク出たし、これどうしよう、 S じゃなかったら。カプセルの中は気に入ってたんだけど仕方ない。新しい家探すか、ここに来いお前。俺の船に乗れ。おお、ヤモリ。おお、ヤモリ。おお、ヤモリ。来たでしょ、さすがに S でしょ。お前の名前どうしよう。ガチ考えよう。丸一日考えるまである。あー、もうかっけえ名前考えちゃったよ。見て、ヘモグモビン。見て、頭の髪。赤色。もうヘモグロビンじゃん。もう血液じゃん、この赤色。だからヘモグロビンだけど、多分こいつ雲だからヘモグモビンね。最高じゃん、この名前。いや、完全に相棒ね、これ。来たー。ガチ来たー。なんか、チートなガチャだから、ちょっとなんか、もしかしたら S 確定みたいなガチャなのかもしんないけど、これ来たでしょ。ジャンクスの後釜来たでしょ。来たでしょ、これ。ありがとう、お前。マジお前のおかげ。はい、ヘモグモビン S。古典妖怪ね。あれだよな。大将に出るよな、めっちゃ。色違いだよな、大将の。うわ、かっけ、大将よりかっこいいしね、こっちの方が。うわ、マジ熱い。ガチで熱い。ってことで、パート41かな。終わりにしようと思います。さよなら。